はい、それがですね、この方です。背中にね、ヒロキューの文字が入ってますね。はい、この方は熊谷さんだ。どうもありがとうございます。まさかの熊谷さんです、はい、今日はね、この方に会いに来ましたって言っても過言じゃないです。今日はね、こちらの方で撮影とですね、あの釣りのお勉強会の方がありますので、そちらの方も撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、始めます。よろしくお願いします。それじゃあ、あの餌の方を説明をさせていただきます。まあ、あのこの池はちょっとどういうイメージかっていうのは私全然わからないので、まあ、餌をつけて実際に打ってみなければわからないことが 90%、あとの 10% は、まあ、こういうふうにしたら釣れるんじゃないかなっていう予測をしてるだけです。ですから、まあ、やってみないとわからない部分が多々なんですけど、やるんだったらこういうふうにするぞっていう餌を今からご紹介をさせていただきます。ですから途中で、例えば今日は一日長いんで、まあ今作る、これから作る餌でやったけど、あ、いまいちだっていうんだったら、じゃあもう少しこういうふうにしてみようかと、こうやってやってみようかっていうのは現場でできるので、座席の方で、ぜひ声をかけていただければなっていうふうに思います。とりあえず元としてこういう餌から入っていうことをまず説明をさせてます。で、今そこで手前でやってる方を見てたんですけど、水面に、まあ、ヘラだかなんだかわかんないですけど、なんか魚がいるなっていうのは、まあ、ようわかります。多分こういう小魚だと思うんですけど、その下に、まあ、ヘラがいるのか、それと混ざってこう一緒になっているのか、それによっても随分違うんです。で、こういう浅い棚で、あの小魚もいて、それに混ざってヘラが一緒にいるんだったら、その状況で釣っていくのが多分一番いい。上っ面には小魚だけで、上っ面の小魚の下にヘラがいるんだったら、その群れ、そういうイメージで釣っていかないとダメだと思います。だ、それがどっちかなんです。一緒に混ざってるのか、下にいるのか。下にいるんだったら上の小魚だけを突破すれば釣れる。で、混ざってる場合にはどの辺りが、例えばジャミだとか、どれがヘラだとか、そういうのは分からないので、釣り方が違います。で、今からやるのは混ざってる、まあ、ヘラもいるし、小魚も一緒になってこう混ざってるっていうのをイメージして餌を作っていきます。まず一番大事なのは、小魚に餌が落とされないこと、これがまず一つです。で、それには、餌っていうのはこう、まあ、つけるんですけど、つけた餌が例えば親指の頭の大きさだった。で、これが例えば棚50センチのところへ行った時に親指のまんまあるっていうことはありえない。50センチの間に親指につけた餌が小指の頭に変わるわけですね。で、この変わった時に針の懐のここに餌が残ってないと多分ヘラは釣れない。で、ここに残そうとして皆さん多分練ったりなんかすると思うんですけど、練ったこの親指の頭の餌は50センチ下行った時に人差し指ぐらいの大きさにしかなってないんですね。で、この人差し指になった餌が大きすぎてヘラが食ってこない、残りすぎてて食ってこないっていうケースがほとんどなんです。だから、うまく親指の頭が50センチに行った時に小指になるようにお水を足したり練ったりっていう方法をとっています。で、もっと細かく言うと、浮きの目盛りで言えば親指の頭の餌が針に2つくっついたら多分浮きはトップ先端までこうやって潜っていくはずなんです。ついてる、下手すると潜っちゃう。で、それが潜っちゃうと見えないので、ここでうまく止めようじゃなくて、ここへ行くまでに当たっていくように親指が小指の頭になるように調整をして、そういう餌を今から作っていきます。で、芯になるのは、こういう餌、これが芯になっている餌なんですけど、本当にこれからもっと真夏になってもっと活性が出てきたら、多分こういうふうに餌の芯を作る餌では無理です。叩かれちゃう、無理で、持つ餌だって言っても魚の活性の方がすごくて多分無理。そうしたらこういう餌を使っていきますね。底釣りの餌、こういうものをベースに
重さと餌持ちを良くするような状態の餌にしないとその棚まで餌が持たないというケースになる。今は多分そこまでまだ活性がないので今日やるんだったらこっちをベースにしたんだ。で、これは持つ餌なので、まあ、裏書きに書いてある通りこれをベースに、まあ、これを1杯入れて他の符を3杯入れていくんですけどそこまで持たせなくてもいい。だから半分でもいいかもしれません、ね、もしくは7割ぐらいでもいいかもしれないです。でこれを、ベースに今から作ってみる、ね、通常は裏書きではこれが 100cc、ねはやぶさという餌が 100cc です。この 100cc の量をですねちょっと考えていく。通常は100cc これを入れていきます、ね、でよく最初に水で溶いたらどうだとかっていうふうに言われる方がいるけれどもそういう餌ではないのでもう全部粉を一緒に入れちゃってください、まずこのハヤブサが 100cc そしてこちらのニヤビこれは魚を寄せるための餌です。これが、200cc、200cc。そして持つ餌と魚を寄せる餌を入れたんで今度はケージ変化があっても大丈夫なように軽くて開くこのブロードという餌を1杯、入れていきます、ね、1杯これでお水が1杯なんですね。でこれが通常なんですけどもう一つボールで今度はこれを減らします。今これ 100cc こっちの粉入れたんですけど今度はこれを 70cc ぐらいに減らしましょう。そこまで持たさなくても大丈夫で 70cc にしといてあとは全部一緒です。つまりこの持つ餌の量だけを考えて。こちらのお客さんは餌をつけるときにギュッとやってつける、ね、ギュッとやってつけた。こちらのお客さんはなんとなくこうやってつけた。で、こちらのお客さんはもっともっとこうグッグッグッグやりながらつけた。このつける動作っていうのは十人十色なんです。わからない。で、表現もできない。数字化もできない。つまり言葉でギュッとっていう言葉だけなんです。このギュッとっていう言葉が全部違うんですね。その人によって。だから、皆さんがやられるのは席に疲れて、まあ、セッティングを終わりました。で餌をさっき教わってきたからそれでやってみよう。そこまでは僕も皆さんも一緒。要は針に餌をつける時のこのつける力、これが一番問題なんですね。でそれをどうやって調整してるかって言ったら言葉じゃわからないので皆さんが浮きケースの中からこう選んだその日使おうと思ってこう一本取ったその取った浮きに合わせるですかね。ギュッていう言葉を合わせる選んだ浮きに合わせるんです。つまりこれが浮きだとするとここのちょうどガムテープのところが餌落ち、まあ、皆さんが捉えた餌落ちでここからこのトップをどうやって潜らすかはその人のこのギュッていうこの力加減でいくらでも自由にできるんですね。だから自分の選んだ浮きで1メモリー、2メモリー、3メモリー入れようと思ったら1メモリー入るにはどのぐらいの力でいったらいいか、2メモリー入れるんだったらどんくらいの力でやる、どっぷり入れるんだったらどんくらいやんなきゃいけないのかっていうのを自分の目でこの浮きを見てこいつを調整していきます、ね、ですからボールの中の餌をいくら隣の人が釣れてるからって言って触ってもその人のつけ方によって全く違う。だボールを変えてももっと極端に言えば席を変わってもこれが違うから釣れなくなっちゃう。自分が選んだ浮きに合わせましょう。これがまず一番大事。
熊谷が 100cc でいいって言ったけど、いや私は100でやったけど全然浮きが潜らない言うんであれば、その人のこの指の圧が僕の指の圧と違うわけですね。弱いわ。だから 100cc ではダメです。この持つ餌を120とか 130cc 入れてもらわないと、その人にはこういうふうにならない。でもその 130cc 入れたのを僕が餌をもらってやったら、多分こういうふうになる。圧力が違うから。それをご自分で合わせてください。その目安にするのに 100cc と 70cc、 つまりある程度持ちますよっていう 100cc と、開きながら棚まで持っていくような 70cc、 これ今作りますけれども、どちらが好みか、自分ではこっちの方がつけやすいな、こっちの方がいいなっていうのはお客さんの判断ですから、どちらでも結構です。70でもいやこれじゃ沈没、浮きがこうやって沈没しちゃうなっていうんであれば 50cc にしてください。これをね、50cc にして、あとは粉が少ない分だけ何かを多くするかってことはないです、ね、全部同じで結構です。これはね、軽くて水の中でサスペンドするような餌に仕上げています。ですから今作る、これから作る餌は皆さんの方から見ると、ここで着水してこの餌がずーっと行って重りの下まで行ってぶる下がる、ぶる下がることによって浮きがこうやって馴染んで、こういう餌ではありません。ここまでは行くけど、ここからこうやって入っていくんじゃなくて、ここで当たらせていく餌、それがサスペンドするっていう餌なんです。でこの餌をそこへポンとほっぽると、水の中へポンとほっぽると全部水面に浮いてきます。水面に浮くように作った。だけど浮いちゃうじゃないかって言っても、実際は重りをつけて餌を打つわけですから浮くわけがない。なぜかったら重りが引っ張ってくるから。そうですよね。だから重りで引っ張られるんだけども、餌はこういうふうに入っていくのがゆっくりなわけです。ここでサスペンドするから、ね、重りは入ってるんですよ。ここに入ってるから浮きも立ってるんです。でもこの下の餌がこうやって早く入るんじゃなくて、ゆっくりゆっくりこうやって漂いながらゆっくりゆっくりこういうふうに入っていくのがこの餌です。ですから浮きはこういうふうにすぐになじまない、こうやって止めてる状態が長い。つまり皆さんが釣りをしててよく言う触った、受けだ、止めだっていう時間が長くなるんです、この餌を使う、ね、それを出したいためにハリスを伸ばしたりとか、いろんなことを皆さんがする。それを普通に誰が作っても、皆さんが作っても僕が作っても、そういうサスペンドするような状態は作れます。ぜひそういう餌で早い当たりを取ってください。朝棚は回転がいいので待つ釣りではないです。どちらかって言ったら攻め抜く釣り、ね、空振りも多い。でも釣れ出したら明らかにペースがいい。それが朝棚の特徴です。でよく昔は朝棚やると小さいのの数釣りだって言うけど、そんなことない。今は表面にいる魚の方がでかいです。生地下なんかに入れた方が肩が細い。だからその上っ面のヘラを釣っていくという餌です。で、水をじゃあ実際に入れていきますけど、こういうしっかりとした粘りのある素材のものを使うときにはよくかき回すことです。粉の状態のとき、このかき回しが甘いと、これが固まってる部分とこれが固まってない、こういうのが固まってる部分、まるっきり水を入れたんだけどボールの中で違うものになっちゃう。ちゃんとこうやって混ざり合うようにしっかりと粉の状態を混ぜ合わせます、ね。見て
ああ混ざったなっていうのが分かる程度しっかりと、混ぜ合わせてください。お水を入れていきます。で、全て 100cc でいいです。 100cc でいい、ね、粉がちょっと少なくから柔らかくなっちゃうんじゃない、柔らかくなっちゃったらつけづらいんじゃないかとか、そんなことはないので、これにお水を入れていきます。 100cc。 そしたら、いつまでもこういう餌はかき回さない。なんとなくまだ麩が残ってるぞ、白い麩が立ってるぞっていう状態で、これで OK です。いつまでもやるとどん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 餌は重たくなってきます、ね、同じ 100cc を入れて、こっちは 70cc の、芯となる餌が 70cc 入ってる餌です、ね、かき回しました。これで2種類のものが、出来上がってます。同じブレンドですけども、全く違う。じゃあこれを皆さんに、触ってみて、まず通常通り 100cc で作った餌、これが硬いというふうに判断されるか、ちょうどいいっていうふうに判断されるか、おのおのですんで触っていただければ、分かります、ね。今触っていただいている餌はですね、僕的には相当硬いです。相当硬い。まあ、あまりこのまんま打つっていうことはないかな。この硬さでは、かなりの硬さの餌に仕上がります。じゃあ 30cc 少ないこちらの、70cc ですか。でこちらをちょっと触って、もうこれもどうぞ。触っていただけるとさっきとは全くタッチが違うと思うんですね。これはもう自分で触られたら初めて分かる。ここも丸めやすさは丸められないほどの柔らかいというのはないと思います。全然違いますよね。